代表的な微化石、有効虫。写真のものは微化石としては大型の部類に入る。微化石とは、主に顕微鏡でしか同定できない大きさが数ミリメートル以下の特に小さい化石のことである。大型化石の対語ではあるが、厳密な区別はない。一般にはあまり知られていないが、算出する数としては化石の中で最も多い。 珪相度は単細胞生物である珪相の比較の微化石から構成された計算質の柔らかな体積岩である。このサンプルは中心軽相と部上軽相の混合物から構成された水中の珪相度粒子を撮影したものであり、スケールは6.236ピクセルマイクロメートル、画像全体の実際のサイズはおよそ1.130.69ミ、mm、リメートルである。 地球上に存在したすべての生物の死骸はすべて化石になる可能性があるが、実際に化石になることができるものは少ない。大抵の生物は、地上内し水中で死亡した後、そのまま風化したり、あるいは他の生物に食べられたり、菌類や細菌類により分解されたりして、その痕跡を残さない。運よく風清掃や火山灰等に埋没。 あるいは海底や固定に沈み、堆積物として地層形成のプロセスに加わり保存された場合でも、後に変成作用を受けて分解されたり砕けたりしてしまう。特に、作り山運動の活発な地域では、化石になるまで地層が安定している保証はない。また生物側の問題として、荒い砂の上に沈んだクラゲのような脆弱な構造物が、 その痕跡を砂岩の上に止められる可能性も例に近い。しかし、放酸虫や有効虫などの微小な生物や花粉等は、それ自体が堆積岩の粒子の一部として堆積するため、より大型の生物以外が堆積した場合に比べて変形、破壊される可能性が少なく、化石として残りやすい。また材質的にも、計算や石灰質でできた、 硬い殻を持ったものが数多く、そのために、清掃過程を経てもなお極めて良好に原型を止めているものが多い。従って、一見化石が含まれていないように見える、資料中にも微化石が発見できる可能性がある。それらの微化石を研究することで貴重な情報を得ることができる。こうした短所を補う技術として、資料中の粒子が微化石かどうかや、 微化石である場合はその種類を人工知能で短時間に判定できるシステムが日本の産業技術総合研究所や NEC などにより開発されている。現在知られている微化石はプランクトンなどの微生物と多細胞生物の一部分とに大別される。普通の化石同様微化石として残るのは主に計算室や石灰室といった硬質部分である。 微化石はそのサイズゆえ、大型化石のように土やタガネで切り出すわけにはいかない。物理的に超音波を用いたり浸透したりすることもあるが、試薬を用いて科学的な処理を行うのが普通である。以下にナフサを用いた処理例を示す。ナフサ法は比較的柔らかい岩石を母岩とする場合に用いられる方法である。標本採取乾燥ナフサの 浸透射伏洗浄蒸気乾燥から洗浄までを繰り返す。資料の保管これらは表面や個体そのものが溶解するなど採取される標本を傷つける恐れもある。母ンから分離された微化石はプレパラートを作成するなどして光学顕微鏡や電子顕微鏡で観察可能な形に整える。ありがとうございます。